はい、今日はですねカルガリーオリンピックパークでチュービングをしたいと思います。うちの息子と、チューブパークはこちらです。もう春なので雪があまりありません。さあ行きましょう。いや、チューブパーク。ここからベルトコンベアに乗って上に行くって感じですね。はい、頑張れ。引っ張っていいよ、引っ張って、そのままグッと引っ張ってって。転ぶことないだろう。転んじゃうかい。よしよし、行って。はい、ここ、カルガリー COP チュービングパーク。だいたい2時間で子供は5ドルぐらいで、滑り放題ですね。で、大人はだいたい、いくらですかね、25ドルぐらいだったと思います。また一応リンクを載っけておきますので、それを見ていただくと分かると思います。カルガリー COP、 1988年にオリンピックが行われたところですね。ここは、そこがジャンプ台でモーグルコース、ここに、年1回モーグルの世界大会、日本の方も来ます。うちの息子が今一人でチュービングをしに行ってます。行きますよ。大丈夫。Ready? Yep.